はい、ということで一平です。今日はね、ユーザー車検に来ております。ユーザー車検がね、完了して今車検証をね、出してもらうのを待ってますね。最終的な書類をね、ファイルに入れて提出して、この引き換え券をね持って、自分の車検証が出てくるのを待ってます、っていう感じですね。いや、車検ってね、2年に1回とか3年、最初3年に1回で、その後2年に1回っていう感じで、普通に暮らしてるとね、車検はね、車屋さんなどに頼んでやってもらうことがほとんどだと思うんですけども、僕の場合は何ですかね、時間が暇なので、少しでもね、経費を抑えたいということで、自分でね、ユーザー車検来るようになりました。で、去年ね、ハイエースの方をやったんですけども、実際は到着して完了まで素人で何も分かんなかったので、結構グダグダしながら4時間5時間ぐらいで車検が完了しました、それで車検をね、車検代のみで済んだので、かなりねお安く済んだんですよね。多分ハイエースを車屋さんとかね、工場に出して車検をやってもらうと、悪質なところだとね、ここも直せここも直せっていう風にね、直した方がいいところもあるんだけど、余計なところまで直そうっていう感じで、数十万円かかってたんじゃないかなって思いますね。それがね、3万円ちょっとで済んだので、かなりお得でした。で、今回のね、ベルファイアの方はちょうどね、5月の自動車税が来るタイミングで車検だったので、もうね、自動車税を払って、で、自動車税払ったんで、その書類を持ってね、そのまんま車検に来て、で、ライトとか細かいところはちょっと僕よく分かんなかったので、すぐ近くにあるね、予備車検場っていうところで1000円ちょっと払ってね、ヘッドライトの光量っていうんですか、それを、ね、調べていただきました。そしたらね、プロの方が調べてくれて、で、左前方のね、下向きのロービームですか、がちょっと暗かったんですけども、ハイビームでクリアできるだろうっていう話でね、まあ、だろうだったんですけども、で、実際そのままね、車検に来て、で、所有手続きも終わらせて、で、待ち時間がね、結構長かったです、待ち時間結構長いので、ユーザー車検しようと思われる方はウェブで調べてね、ウェブサイトで事前予約をされるといいと思います。そうすると、まず書類書く手間とかもね、一気に省けますし、で、いきなり窓口に行って、で、予約番号を伝えると、そうするとね、すぐ並べるようになるん で、そしたらね、すぐ並んでください、で、どれだけ早く並ぶかがね、ポイントになってきますんで、もうね、ぜひ早く並んで、早くね、車検を通過してください。そうするとね、どうですかね、まあ、場所にもより時期にもよりますけども、2時間かからずに車検が完了するんじゃないかなとは思いますね、一番早かったら、で、僕はね、グダグダだったんで、結構ね、休憩が入って次のラウンドに回ってしまったり、点検する人が全然プロなんですけども、経験の浅い方だったりしてね、結構のらりくらりやってくれたわけで、のらりくらりだったので、ちょっと時間かかったと、で、並ぶ列もいっぱいあるんですけども、おすすめは入るときにすごい並んでるように見えるんですけども、並んでしまったらサクサク進む1番2番とかね、番号の若い列、札幌の場合はそっちがいいと思います、なんか検査する人がめちゃくちゃテキパキしてるんですよね。さっ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 とやってくれて、で、それでどんどん進んでいくんですよ。で、僕並んだ3番のレーンはお伝えした通り経験をね、積んでる最中の方だったんで、まだね、スピードが遅かったです、まあ、クロートの方よりもスピードは遅かったんですけども、まあ、それでやってくれました、で、ユーザー車検の場合は車検場のね、実際の検査場に入る時にハザードをつけてると教えてくださいっていう意味なんですけども、僕はそれは知らなくてね、そのまま行ったらいつまで経っても誰も来ないので、自分からね、聞いたんですよ。そしたら あんた初めてかいみたいな、じゃあハザード耐えてよみたいな感じ でハザードつけると素人ですよ、初めてなんで教えてくださいっていう意味だということでね、ぜひね、初めて行く方はハザードを耐えていってください、っていう感じですね。で、もうそろそろね、
この車検証自体が完成して出てくると思うので行ってきます。